まあいいや、これは。テリーツチアの車の話番外編ですね。なんと GR カローラ森蔵エディションの今日発表があるということで、はい、こちらの方に来ております。まずはね GR カローラの方ね見ていきたいと思います。はい、こちらです。もうねまずね市販のカローラと比べるともうねフェンダー拡大してると前後ですね拡大してあって、そしてですねやはりここのねダクト熱とね、はい、あとここからねあとダクトもあって、これねエンジンのねルームエンジンルームからの風を流しているということで、まあ、制圧を負圧にして、まあ、冷却性能の向上というところも狙っていて、あとここのダクトからホイールハウスの空気を抜いて、まあ、整備しているということで、まあね、かなりねあの気合いの入った1台だというふうに、はい、聞いております。そしてねあの今回このエンジンですね、GR ヤリスと、ね、同じ型式のエンジンなんですけれども、さらにパワーアップをしたということで304馬力出ているそうなんですけど、こちらね、このエンジンの特徴としては手組みでね、手組みごめんなさい、エンジンがねあの皆さんね組まれているんですけど、この匠マークがついているということで、はい、かなりね高精度で組まれている GR ファクトリーというところでね生産されているエンジンになりますね。通常よりもかなり高精度で組まれているっていうところで、その開発車両とほぼ同等の性能を得られるようなものになっているというふうなお話がありました。非常に楽しみですね。はい、そしてね中の方を見ていきたいと思います。あ、メーターデジタルなんですね全部ね。はい、ちょっと座りたいと思います。失礼します。よいしょ。はい、こちらねなんとフルデジタルメーターになってまして、あとはねあの基本的にはそんなに大きくステアリングとか GR ヤリスと同じようなものかなと思うんですけど、ただねこの、 あのパワーステの制御っていうのもまあ変わっているっていうことで、あの石浦選手からもねお話先あったんですけど、ね、乗り味がねすごくね楽しみな車ですよね。早くね発売が待ち遠しいですね。あのリア周りなんですけど、今回ねあの3本出しマフラーになったっていうことで、こちらです。でこの、まあ、左右2本出しなんですけど、まあ、今回ねパワーアップをしたっていうことで、このね排気周りもすごくねあのこだわったっていうことで、なんとこの真ん中の排気管はバルブ式になっているということで、まあ、これでねパワーを、まあ、負荷をかけた時にここのねマフラーが稼働するというような形になっているようです。はい、というわけで今日発表会で初お披露目になった GR カローラ森蔵エディションなんですけれども、こちらね特別専用色になっているところもそうなんですけれども、なんと僕がですねあのお聞きして一番びっくりしたのがですね、まあ、このねこの車5ドアなんですけど、リアシートをないということで2人乗りになって軽量化をしてですね、さらに走りに磨きをかけている車、これが GR カローラ森蔵エディションということで、まあね、他にもねたくさん変わっているところがあるということなので見ていきたいと思います。でね、あのもちろんノーマルの GR カローラのエクステリアという部分ではほとんど、ね、同じものが採用されているんですけど、まあね、大きな違いでいうとまず、ね、もうタイヤ足回りが異なっているということで、はい、こちらですね、まずこの BBS さんのホイールなんですけど、ここにねといったガズレーシングという刻印がされておりますね。これ入るだけでいきなり、ね、レーシングカーのような、ね、見た目に、ね、変わってますけれども、非常にねかっこいいですよね。そしてタイヤも、ミシュランの、タイヤになってね、もともとの GR カローラ235の、幅のタイヤなんですけど245になっているということで、グリップが向上しているというふうに聞いております。はい、そしてですね、内装の方見ていきたいんですけれども、まずシートがですね森蔵エディションの専用のものになっているということで、まあ、さらにあのスポーツ走行に向けたシートになっているというふうに聞いております。よいしょ。よいしょ。そしてねあのステアリングもあの元々、ね、の GR カローラは、革のステアリングだったんですけど、スウェードになっているっていうところで、まあ、かなりねあのレーシーな、ね、雰囲気が、ね、漂ってますけど、他の、ね、装備に関してはこう見てみる限りは基本的には、まあ、一緒かなっていうところで、まあね、こうやって見てみるとねこの G センサーがあったりとか水温、油温、油圧が見れるっていうところで、まあ、常に、ね、車の状態も、ね、管理できるっていうところで、まあ、この、ね、森蔵エディションのエンジンはですねなんと、通常の、ね、GR カローラからさらにトルクアップをしてですね 37.2 ニュートンのトルクが40ニュートンまで拡大したということで、よりね走りに磨きがかかってますし、サスペンションに関しても、この森蔵エディション限定のものを採用されているということらしいです。
でリア開けていただくとですね、皆さん、ね、乗ろうと思ったらなんとリアシートがありませんと。この森蔵エディションはですね、走りに磨きをかけるためにですね、リアシートを取り払い、そしてね、ここにブレスバーを入れることによってさらにね、ボディ剛性の強化をしているということでね、もうね、走りにますます磨きがかかっている GR カローラ森蔵エディションなんですけれども、これをね、採用することによって30キロの軽量化を実現しているということらしいです。リア周りのエクステリアに関しては普通のね、GR カローラと変わらないということなんですけれども、もしかしたらね、パワーもね、上がっている、トルクも上がっているってことなので、もしかしたら何かね、チューニングの違いもあったりするかもしれないですね。奥はね、このリアフェンダーがこう競り出しましたよっていう、このエクステリアが非常に大好きです。この迫力のある、いかにもね、こう競り出しているところ、90ミリワイドになっているっていうところで、まあ、走りもね、確実にワイドトレッド化されて、洗練されているんじゃないでしょうか。はい、というわけでですね、今回、GR カローラ森蔵エディションの発表会に参加させていただきましたが、ですね、細かく見ていくと非常にですね、こだわりのポイントっていうのがいくつもありましたし、そして開発の方、そしてね、テストドライバーの石浦選手のお話もありましたけど、乗り味もかなり異なっているということなので、ぜひね、サーキットだったりとか行動だったり乗る機会があればですね、ぜひそういった模様もインプレッションしていきたいと思います。チャンネル登録ですね、そして高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。